大大阪教育大学の寺島ですこの愛和小学校先ほどの特別研究指定校2校に比べると、えっと、こうあまり伝統的でない学校自体もですね、えっと、統合されて2年目という非常に新しい学校かつ若い先生今日の佐伯先生3年目ですかね、えっという先生が中心的に担われている学校であります。えっと、こここでで取り組んでいることのメインは あごめんなさいえっとこういうことなんですけれども、えー、通常今までの研究開発とかでいけばこういう ICT だとかメディアだとかっていうので急激にそういうので学校は変わらないだとか、えー、そういうことがまあセオリーとしては言われるわけですけれどもあえてこういう課題を提示しながら 少しずつ改善改善革を行っていいるとううよなな学校になりますで実際に行ってみると1年生から6年生まで1人1大端末ちょっと高学年がここ少ない学校なんですけれども入っておりますけれども実際に普通に学校を回るといろんな場面で活用しているところが見て取れますのでそれをいくつか紹介させていただきたいと思います。 事業の導入においてこういういろんな教科においてアプリを活用して事業の5分や10分のスタートをですねえとこういうところから始めてすっと事業に入れるような取り組みがもうどのクラスも一般化しているというような状態です。 先ほどご紹介あったような外国語活動の一コマですスカイプでつないで実際に交流活動をまあ時に個人時にグループの単位で行っているというようなシーンになります昨年度から始めている実践として一部プログラミングの取り組みがあるわけですけれどもこれは総合の一部として今年度からはどの学年でも取り組んでいくと いうよううよよなな形を持つようになっておりますもちろん、えー、と通常の教科学習においてもこれ、えー、と以前見せていただいた佐伯先生の社会科の授業になりますけれども教科書を使うのと同時に、えー、自分たちで、えー、とそのです、ね、資料の根拠となるようなものを入力したりですとかあるいはネットを使って調べたりですとかそういうような学習も一方で展開されております。 で学校として、まあ、ある程度、まあ、タブレットを使ってきているわけですけれども2年目に入ってさらに充実させようとしているところが共同学習であるとかそれに伴ってラーニンングマネジメントシステムの活用みたいまだこれに関しては、うん、と授業に対する授業のそもそもの力であるだとか このえー、っと共同学習の考え方ですとかですね。まだそういうところが、まあ確実に全員に浸透しているわけではないと思われますけれども。みんなそれぞれ、えー、っと、活用を少し深めていくことで。次のあり方を今探索しているというようなところになります。こういうような共同学習場面と組み合わせております。で、この学校裏側を見ますと。加えて授業研究会みたいなものを開くベースっていうのが。あまり。 ないところでしたけれども事、まあ、業によって、えー、かなりの頻度をですね、えー、っとこういう具合に、まあ、グループの単位でやったりだとかその事業研究自体に先生たちがタブレットを活用してデータを収集しながら分析しそして事業研究会においても発表するだとかそういうような工夫がなされているというようなところです。 でえっと、この学校頻繁に公開研究会もされていて、えっと、いろんなところでネットでちょっと「愛和小学校」を検索するとかなり多くの情報が見て取れますけれどもそこだけ見るとねなんか学校として一人一台を導入してなんかいろんなこと変わったことをやってるような学校だよっていう具合に見ることができるんですけれども継続的に通っている私の視点からするとそれだけではなくて。 こういう ict 活用を起点として、一人一台を起点として、学校システム全体を改革しているようなイメージがあります。その要素として、まあ、全部ではありませんけれども、いくつか挙げてみると、先ほどスカイプの交流だとか、プログラミングの授業なんかをはじめとして、多様な外部人材を登用しています。特にスタートアップ企業と連携して、えー、っと、一つ成立させている学校っていうのは、あまりないところだと思います。 教授組織についても例えば3年生以上に教科担任制を導入したりだとかカリキュラムにおいてもただ単にプログラミングを必修で入れるだけではなく野外の活動もきっちりと体系的に入れていて精査しているようなところが特徴です。まあ、LMS については先ほど申し上げた通りですが最終的には一つ一つの事業の改善というよりも、えっと、校長が学校経営をしながら えっと改革をしつつあるその中でえー、っと例えば今日の場なんていうのはそういうところだと思いますけれどもえー、っとより若い先生にリーダーシップを以上していっているっていうようなこと公務文書も合わせて改革しているっていうようなことが特徴だという具合に思いますおそらくその一環となると思うんですけれども先ほどご紹介あったように3月の公開研究会も 特に今まで企業の人が来ることが多かったんですけれども学校の先生方に参加してほしいような公開研究会を企画されていたりですとか今月の終わりに、えー、っと学校の先生方によるセミナーが開かれますのでぜひ興味を持たれた方は、えー、っと足をお運びいただきたいという具合に思います。私からは以上です。どううもありがとうございました。